上司や社長の新入社員、また若手社員に対する接し方についての相談が寄せられています。相談に乗っていただきますのはおなじみセールスアカデミーの宮脇社長です。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、今回の相談メールからご紹介します。省エネ商材の営業会社をしている経営している社長、42歳の男性からの相談です。弊社は LED などの省エネ商材を販売している創業7年目のベンチャー企業です。数年後の上場に向けて新卒採用に力を入れており、今年は19名の新入社員が入社しました。ところが7月を過ぎた頃1名が退職し、その後続々と辞めてしまう新入社員が増え、結果的に半年で6割にあたる12名が退職するという事態になってしまいました。受け入れる先輩社員や私たち経営陣の問題だとは思いますが、今時の若者にどう接したらよいか、どのように日々指導していけばよいか、もう全くわからない状況です。何か良い方法がありましたらぜひ教えてほしいと思います、というですね。本当に19名入ったのに、続々辞めて気がついたら6割辞めちゃったというですね、はい、非常にもう切実な相談なんですが、どうなんでしょう、こういう会社というのは世の中多いんでしょうか。そうですね、最近多くなっているなというふうに思いますし、この会社が珍しいということではないと思いますね。なるほど、はい、3年間で3割が辞めるというふうな、ね、一ところ言われてましたけど、それよりもはるかに多い数が辞めちゃうんですね。はい、この状況に対して何か打てる手をですね、ぜひ教えていただきたいんですが、はいはい、今の20代前半の方々はあまり叱られ慣れていないというところもありますので、基本はですね、日々の指導の仕方としてはよく褒める叱るというのがありますけども、褒めるが7割ぐらいで、叱るが3割、ないしは場合によっては8、2、91ぐらいでもいいんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど。今の若い方っていうのはいい人がとても多くて、そして一方で少し自信がない方も多いんですね。そうすると叱られると自分はダメなんだと、存在価値がないんだということで、どん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 元気がなくなっていってしまいます。ところが本当はいいところがたくさんあるんですね。そこを生かしてあげる、開花させてあげる、そのためにも上司の方は悪いところばっかりに目が行きがちなんですけども、いいところをしっかり見ていただいて、そこを褒めて、できてるよと、なるほど、はい、認めた上で2割3割指導する、叱る、この方がはるかに本人も入ってくると思いますね。なるほど、はい、また今回は営業会社ということなんですが、特にこの宮脇社長はセールスアカデミーさん、営業に強い指導をしていらっしゃるということなんですが、この営業を教える上でのですね、コツみたいなものあるんですか。はい、そうですね、やはり営業というと受注という最終結果、これがもちろん大切です。ところがですね、この最終結果ばかり見ていても何ら手は打てないんですね。ですのでおすすめとしては、やはり受注をするまでのステップ、手順、これをですね、明確に細分化してあげて、それぞれに行動目標を立てたいんですね。例えば月間100万円の受注をするためには、毎月20件訪問するといいと、じゃあその20件訪問するためには500件電話をするといいと、例えばそういうですね、数値が社内で見えているとすれば、なるほど、毎月500件電話をかけようと、これにですね、全力投球するように指導するというのがとても重要かなと思います。なるほど、500件1ヶ月で500件ということは、だいたい20日勤務で20であると1日25件とかなるわけですね。はい、そうですね、はいはい、ですから、今月100万円受注しろではなく、毎日25件電話しっかりしようね、で今日25件かけた、できました、よし OK ということで、毎日 OKOK を出してあげる、これがとても重要なんじゃないかなって思います。なるほど、はい、行動を管理する、そうです、行動を見てあげる、はい、なるほど。で極論するとですね、人にもよります、はい、タイプにもですね、数字のプレッシャーに強い人もいます。逆に燃える方もいます。一方で数字って言われるとシューンとなってしまう人がいます。この見極めはぜひ一人一人の個性に合わせてしていただきたいんですけども、極論数字のプレッシャーに弱いなっていう社員さんがいたら、数字のことは気にするなというぐらい言ってあげてもいいんじゃないかなと思います。そこまで、なるほど、はい、数字のことは気にせずに、目の前の行動にフォーカスしなさいと、そうですね、はい、
そうすることで逆に最終の数字はあまり意識しなくていいんだと、行動をちゃんとすればいいんだということで精神的に落ち着いて元気になって、その元気さが声とか表情に現れるので結果的にいい数字を出すという人が多かったりいたします。なるほど、ちゃんとこの行動できるような環境を作ってあげるということなんですね。そうですね、はい。またそれ以外に我々その上司の世代あるいは社長の世代が気にしておかなきゃいけないことってどんなことがあるでしょうか。はいはい、そうですね、30代40代の世代は上司に場合によっては噛みついたり、ついていけませんとはっきり言ったりとか、そういった世代だったと思うんですね。我々ですね、確かに、はい、ところが今の20代前半の方はすごく優しい方が多いので、あなた嫌いですとかついていけませんなんてことはほとんど言わずに、はい、でも心の中ではちょっと思っていて言い出せなくって、でだん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 元気がなくなってしまう、溜め込んじゃうわけですね。そうですね、はいはい、ですので思った以上に傷ついてる、ないしは落ち込んでる可能性があるということを認識しておいていただきたいなって思いますね。なるほど、そういう上司の意識と随分こうギャップがあるわけですね。そうですね、はい、育ち方も違うわけですね、はい、確かに確かに。またそのアドバイスをする際にですね、その直属の上司とか社長じゃないという選択肢もあったりするんでしょうか。そうですね、やはり直属の上司や社長は利害関係があったり、何か一緒に追いかけている案件があるとそこで衝突している可能性もあります。ですから言いづらいこともあると思うんですね、はいはい、おすすめとしましては直属の上司ではなく、世代の近い、例えば2年目3年目5年目の世代の社員さんに、いわゆるブラザーシスターと言われるような相談役、気軽な相談役を用意しておくといいかなと思います。お兄さんお姉さんのような。そうですね、はい。それというのはまたその社内のブラザーシスターだけじゃなくて、はい、社外の人っていう選択肢もあるんですか。そうですね、社内のブラザーシスターといえどもやはり社内です。そうすると愚痴とかはなかなか言いづらいですね、その上司の愚痴とか会社に対する不満、当然会社に対する不満とか上司に対する不満というのは本人の考え方なので、それをいい方向に転換してあげる必要はあると思います、はい、ただとは言っても一旦愚痴は出したいという気持ちもあると思うんですね、はい、そこを全く利害関係のない、あるいは遠い外部の人が聞いてあげる、なるほど、そういうこともですね非常に有効だったりいたします。なるほど、上司直接の利害関係じゃない社内の第三者、あるいはその社外の方に聞いてもらって、はい、ある種ガス抜きをする機会を作るということですね。そうですね、はい、私たちの研修でも一度あったんですけども、15名の新入社員の方がですね、現場に配属してから2ヶ月経った段階で研修に来られました、はい、2ヶ月前の顔よりもですね、ずいぶん落ち込んでたんですねだいぶ現場で鍛えられているんだろうなということで、私は何か気になること、不安に思っていること、何でもいいから出しなさいということでお伝えしました、はい、そうすると私外部の人間に対してですね、結構いろんな話をですね、生々しい話もしてくれたんですね。で私は聞いてるだけです。でも私は聞いてるだけなんですけど、本人たちはどん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 顔が元気になっていって、ある受講者はいやもう気がどん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 楽になってきました、明日からまた頑張れそうですっていうことで、まさにガス抜きっていうのがですね、どの立場の人でも構いませんからやってあげた方がいいかなと思いますね。そのセールスアカデミーという会社の代表者として、はい、もうやっぱりそういう社内の同じ直面するようなですね、はい、場合というのはあるんじゃないでしょうか。そうですね、私も一経営者そして上司ですので、いろんな指導をいたします、どうしても直接言うと、スタッフ、部下はですね社長の発言なので重いと。そうなんです、重いと、重すぎるということに気づきまして、はい、最近では、中間層の先輩社員を通じて、咀嚼してもらってですね、言葉を変換してもらって伝えるように、そんなこともですね、取り組んでおります。なるほど、いや今回もとてもよく分かりやすいアドバイスありがとうございました。最後にまとめていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、ポイントとしては褒めるを増やす、7割褒めて3割、指導する、ないしは8291ですね。そして営業職に関してはどうしても最終結果が求められますけども、あまり最終結果にこだわらずに行動をちゃんとする、
行動目標、例えばテレアポを毎日25件かけましょう、こういったことをですねしっかり実践するように指導していただきたいと思います。そして本人が思った以上に落ち込んでいる可能性がありますので、ぜひ定期的にコミュニケーションを取っていただいて、場合によっては直属の上司ではなく年齢の近いブラザーシスターと言われるようなお兄さんお姉さん、あるいは場合によっては外部の人が聞いてあげる、それによってガス抜きをしていただく、これによってですねおそらく離職率というのはぐーんと2分の1、3分の1に減っていく、その方向に進んでいくんではないかなというふうに思います。宮城社長、今回も大変わかりやすい解説ありがとうございました。また次回どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。